ャプター4シーズン1、アリーナでビクロイ撮る方法を教えます。こんにちは、アキラです。ということで、今回の動画は、生配信の切り抜き動画になるんですけど、今回は生配信中にリスナーさんから、アリーナ終盤の動きを教えてくださいっていう風に言われて、実際に僕が解説をしながらね、ビクロを撮ることができたので、それをちょっと動画にさせていただいております。この動画を最後まで見ていただければ、今シーズンのアリーナビクロの撮り方がわかると思いますので、絶対に最後まで見ていってください。そして普段僕のチャンネルではフォートナイト中級者の方向けに上達動画をたくさん上げてます。こういった情報をもっと撮っていきたい方はチャンネル登録と通知音お願いします。それでは早速本編に入っていきたいと思います。クリエイターサポートはアキラ285でお願いします。どこ降りるかよね、降下場所が。やっぱ降り慣れたとこがいいよね。さすがにアリーナはマップ埋めたい気持ちもあるけど、てかマジマップ埋めてないよね。もうほぼ真ん中しか埋めてないっちゃん。端っこ行っとらん。エクスキャリバーとかいうゴミみたいな武器の対処法、エピックさんの保管庫行き待ちを願いましょう。おいお前、それは違うやろ、さすがに。いやもうやめようかな、そろそろ。アリーナハンマーあるってマジかよ、すごい試みやな。勉強とゲームの両立のコツってありますか？早くゲームのコツつかむことかな。やっぱどっちかっていうと優先させないといけないのって、まあ、リアルの勉強とかじゃん。やけんそれをどうやったら両立できるかってことを考えて、ゲームって本当ある程度上手くなってしまえばそっから下手になることってマジないけ、まずゲーム上手くなることから始めるべきやね。でマジで速攻バーってやり込んでゲーム上手くなって、ある程度もう自分の中でいい実力にいったなって思ったら、まあ勉強の本業に戻るみたいな感じの方がいいかもね。でも建築って毎日やると実力落ちません？え、どうやろう、建築はねそんな俺ないと思うけどね。俺の感覚ね、フリービルドとか最近マジで1日5分すらやらん日あったりするっちゃけど、その動画作成の方にちょっと集中したすぎてね、もうマジでぶっつけ本番でフォートナイトの動画撮ってたりしてたけど、全然建築下手になったっていう感じはないけ、全然俺はそんな衰えんと思うけどね。チャプター4の新機能ってマジゴミ機能。なんでなんでなんで、いい機能じゃん。ハンマーでもアリになるのはちょっと違うかなって思っちゃうな。ハンマーとかエクスカリバーはなんか消しても良さそうじゃね。グーガンとかがアリーナにあるみたいなもんやろ、こんなん。いるよねー、やっぱねー。マジか、あぶねー。おいおいバグやろそのダメージ量。待って落ち着け、アキラさん。いやね、ショットガン強化ってマジですか？ショットガン強化マジなんですよ、これが。本当なんですよね、実は。一応具体的にどういう風に強化されたかっていうと、まあ、サンダーショットガンのこの編集後の打ち出しが速くなったっていうことであったり、あとオートショットガンの連射速度が上がったりって感じで、まあ結構強化が入っております。熱いですね。やっぱショットガンが強化されるのって普通にいい傾向だと思うからありがたいよね。おいおいおい、バグ、それは。いや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 、さすがにバグやで、それ。よし、でけ。さすがにここらんよね。マジかお前。今シーズンパッとかキーマンどっちがいいと思いますか？俺的に思うのはなんかね、あれよね、
どっちにも強さがあるわけよ。なので、まあなんか自分がやっとって楽しい方をやればいいんじゃないかな。普通にプロの選手とかもさ、もうキーマウでめっちゃ強い人もおるし、パッドでめっちゃ強い人もおるけん、両方いいよね。ビクロイする方法いいね。じゃあアリーナでビクロイする方法をなんかいい感じに立ち回りながらやっていきたいと思います。まあとりあえずね、もう本当に大事なのはね、アンチ先移動なわけですよ。なので、まあヘイト買わないなって思ったらこういう風に先移動して、まあヘイト買っちゃったけど、まあ結果オーライみたいな感じだよね。待って、そのなんかあんまり俺が知らない攻撃的なのやめて。でこういう時もね、ほらアンチがさ、こういう風にここにかかるじゃん。かかったらもう移動していいタイミングやけん、こういう風に移動してあげれば先にアンチを取ってあげることができるみたいな。うん、死にそうだね、ちょっとね。終盤戦やっぱ硬い資材とか使ってね、こういう風に回復するのが大事だね。木材とかを使っちゃうとやっぱヘイト買ってしまいやすくなったりするんで、まあ、そこは結構注意は必要かなと思います。でこれもね、先移動だね。ちょっとヘイト買っちゃってるんですけど、まあ、先移動をし心がけて。この人多分ね、資材きついんだと思うんだよな。回線強いんだよな。でこいつ、危ない。オッケーオッケー。絶対資材ないよな、この下の人は。はい、しっかりと外していきましょう、こういう時はね。終盤やっぱサブマが強いですね。ご了承してあげましょう。で、どっちの敵が強いんだろうとか、そういう見極めとかも大事よね、このゲーム。先に強い方をやってしまうと、最終的なビクロイの可能性は上がってくるから。ただちょっとね、こうやってもう資材量がだいぶきついなって思ってきたら、もうローグラでなんとか立ち回っていくしかないわけですよ。建物とかもこういう風に利用するといいよね、本当にやばい時は。で最後はね、やっぱこのハンマーがね、待って、確か自分のあった資材の位置とかワンチャンあったりせんかな、この辺。よしよしよし。で基本的にこうアンチ移動になった時って、もう自分の真上に敵がいるって思うことが大事かな。同じアンチを移動してきてるっていうのは。 OK、 危ねえ。最後ちょっと詰め方甘かったんですけど、まあ、こんな感じに立ち回っていただけたら、アリーナビクロイは釣ることができるかなと思います。かっこオープンリーグ隊です。